一トン半救急車、旧型ベースの一トン半救急車一トン半救急車、または一一、二トン救急車は、陸上自衛隊の装備品。衛生化及び普通課などの本部管理中隊に配備され、主に野戦において使用するほか、大規模災害時などに自治体から支援要請を受け、災害派遣として出動する。救急車を意味する、アンビュランスを略して、アンビとも呼ばれる。 陸上自衛隊衛生課の1トン半救急車の内部、第8広報支援連帯衛生課部隊の1トン半救急車と野外手術システム車、一般的なストレッチャーは路面状況が悪いぬかるみ等の場所で使用が困難なため、布単価だと車内の収納スペースが最小限で済むため、赤十字表彰及び衛生要員等の身分証明書に関する訓令、防衛省、 平成19年1月車体正面に2箇所、車体側面の左右に大きく1箇所ずつ、後部に1箇所、車両上部屋根部分にも大きく1箇所、合計6箇所もの赤十字表彰が表示されているのは、敵と味方に赤十字表彰を表示し、救急車であることを認識させるための工夫である。ただし、敵から攻撃されないことを保証するものではない。ただし業務隊に、 救急車が装備されていない、車検等で使用ができない場合、舞台計画での訓練中における傷病者の緊急搬送は安備の通称を持つ、この車両が搬送を行う原作の小説版では北朝鮮。ありがとうございます。